はい、おはようございます、ね、早速ですね、早朝からですね、荷物というかですね、材料をベランダに下ろしまして、最後今日追い込みかけていただきます、今日で、完了検査まで、あと1日今日1日だけということになりまして、まあ、正確にはですね明日の朝、10時台に検査があるので、それまでということなんですけれども、検査上問題ないところまで全部、ね、追い込んでおかないといけません。あとですね、あの建物として建築上問題がないところを、ちょっとですね、あの微修正したりですね、付け加えたりとか、そういうような、作業は残るわけですけれども、はい、朝早くですね、まだ8時回って間がないですけれども、生産者が到着いたしました。はい、今日はですね、この辺のコンクリ打ちもありますので、ね、中もね、中庭も売ってしまうということで、かなり、カオスなバタバタな状態になってしまいます。中庭の原点君はですね撤去されたんですけども、ここにですね、北側の、トンガリ屋根の原点君は非常に健在です。はい、各部屋の入り口もですね、コンクリートを売ってもらってます。はい、この1週間でこの中庭の風景がガラッと変わりました。マラソンを流してもらって、これでタイル下地ができるわけですね。じゃあ日々車で取っていくか。はい、今度はいよいよ玄関前の土間ですね。これは、この、鉄骨でですね基礎を兼ねておりますので、かなり鉄筋でしっかり、昨日のうちに、できましたので、はい、ここの景色もねすっかり変わってしまいまして、ね、何とも言えない不思議な空間にいました。おっとっと、ベランダの上が物置状態になってますけれどもね、ちょっとねここの問いが残ってたので、ここだけ片付けてしまおうと思います。はい、雨どいもですね、この現場はすごいね150度とかね、なんか75度やったりいろんな変な角度がいっぱいあるので、それをですね、こういう形で、板金屋さんがね、なんか特注で作ってもらったそうですね、プライオーセンなのかな、なんか不思議な形してます。まあね、作ろうと思えば作れないことないです。1個2個ならね、あちらでも頑張るんですけど、かなりの数があるので、これはね、すごいものです。はい、なかなかね、これは高性能ですよね、このタブルがね。まあね、ここへ引っ付けて、本当にプライオーセンだけということなんですけどね、こんな感じで、こんな角も収まるわけです。で下の方は、コンクリを打ってもらっています。あ、なんかすごいことになってますよ。はい、お昼休みを利用してですね、ちょっと街へ出まして、何をかというとですね、階段の手すり用に使うですね、ちょっとロープを、硬いロープ、太いロープを、探しておりまして、手すりがないと建築確認が下りないということで、確認になれば完了検査がね、OK にならないので、探してみました。やっぱり伊勢はですね、こういう船とかのね、こういう、町なんでですね、ちゃんと鮮魚店、やっぱり山本鮮魚さんですね、ちゃんとお店の方も漁師了解もらいまして、撮影させてもらってますけれども、ちょっと太いロープを手に入れまして、これなかなかホームセンターとかその辺の金物屋さんでいろいろ探してたんですけど、なかなかなくって、さすがね、ここにありましたんで、ここで、ロープを買いました。で現場に戻ろうと思います。はい、ここのね、こう釣りが出て、綺麗な串引きのような、ハケ引きのような、ほうき引きができました。はい、夜遅くまで頑張っていただいているのでですね、ちょっと日がとっぷり暮れたところで休憩を入れて、打ち合わせを兼ねて、また仕切り直して、最後、頑張っていただくということになります。本当に申し訳ない限りでございます。地元の建具屋さんの新谷さんがですね、頑張ってくれてます。多分ですね、ブッダ君って言った方がみんな分かりやすいと思いますけど、こういう建具仕事もできるんですね。あ、素晴らしい、ありがとうございます。イベントで司会したりとかですね、歌を歌ってるのしか見たことがないんですけど、なかなかいい仕事をしてくれるんですよね。これはまたありがとうございます。
はい、検査の前日ということですごい遅くまでもう11時回っても、皆さんやってくれまして、だいぶ追い込むことができました。私とはいうものですね、こちら、ある程度ね仕事もしてたんですけれども、作業もしてたんですけれども、ちょっとね明日提出しなきゃいけない、画像のデータをですね、ちょっとパソコンで今一生懸命出しているところです。ちょっと全然追いついていなくて、間に合うかなっていう感じですけれどもね。はい、頑張りたいと思います。そんな感じで多分今日の動画はこれで終わると思います。ありがとうございます。